国文学研究資料館の山本義孝と申します。江戸時代の日本漢詩、日本漢文を研究しています。この動画では19世紀江戸時代後期の大阪の天保山に旅します。天保山象形一覧は多色刷りの6図からなる画帖で、天保5年、西暦1834年に大阪で出版されました。通常は図が1枚ごとにばらされていることが多く、このフリーア美術館所蔵本のように原型に近い状態が残されているのは珍しく貴重です。元表紙には大阪にゆかりの深い花である梅が咲き誇っています。署名が記された台船は剥がれ落ちています。この場面をご覧になると、葛飾北斎の神奈川沖波浦を思い出す方もいらっしゃるかもしれません。この画像が刊行されたのは、北斎の富嶽三十六景や広重の東海道五十三次とほぼ同時期であり、名所絵が人気を博した時代でした。表紙をめくると、この画像の絵師、八島岳亭自身による序文があります。北斎の孫弟子にあたる岳亭は、大阪が物流の中心として繁栄を極めた様子や、幕府の指導で天保山が作られ、桜や松などが植えられて新名所となった経緯を記しています。これが天保山です。天保2年、1831年から翌年にかけ、大きな船でも通りやすいように川底や海底をえぐり取り、その土砂を積み上げて作られた人工の小さな丘です。実際の標高は低かったはずですが、雲の上にそびえるように幻想的に描かれています。明治時代以降に削られるなどしたため、現在の天保山公園には当時のままの面影は残っていません。夏、夕立の風景です。画面の奥に天保山が幻想的に浮かび上がるように描かれています。このフリーア本には色やぼかしが省略されずに使われており、青のグラデーションによって波の立体的なうねりが表現されています。当時の日本では漢詩を作ることが大流行していました。天保山を読んだ漢詩には、天保山を蓬莱山に例えるものが複数あります。蓬莱山は中国の伝説で、不老不死の仙人が住む海の中の山とされました。岳亭が天保山を幻想的に描いたのも、蓬莱山のイメージと重ね合わせたためと考えられます。江戸時代の日本で広まっていた蓬莱山の絵には、このように雲の上にそびえる描かれ方が見られます。このように鶴、亀、松、竹と一緒に描かれることもありました。日の光が降り注ぐこの場面では、鶴が飛び、左側の天保山には松が生えています。蓬莱山のイメージと重なります。列をなす小船の描き方には、西洋の遠近法からの影響が見られます。幻想的な月夜の場面です。この満月は白抜きで色がついていません。私たちが月の明るさとして認識するのは元の紙の色です。このように人物たちが描き込まれた風景画を楽しむには、自分が画中に描かれた人になった気分で絵の中の世界に入る方法があります。橋の上から月を眺める人物や船の乗客たちは、私たちがこの絵の中に入り込むための仕掛けでもあるのです。ここでも石橋の上、船の中、坂道にいる人になって絵の中に入ってみてください。画面の右側が天保山です。天保山は大阪湾を行き交う船の目印として作られましたが、新たな名所として多くの観光客が訪れました。現代で通信用のタワーが観光名所になるのと似ています。幕府が建てた
雨宿りという建物からは大阪湾が一望でき、湾の向こうには日の宮蔵も見えます。江戸時代の町並みによく見られた建造物です。奈良の東大寺の柱くぐりに似せた穴を開けた柱がありました。大きな船に使われていた柱を再利用したものだそうです。序文の終わりには大阪から遠く離れた場所に住む人にも見てもらえるようにという思いでこの画像が刊行されたと記されています。左側には天保山に関する他の観光物が紹介されています。この広告が示すように天保山象形一覧は大阪の魅力を遠くの人々に伝える大阪土産として売り出されました。今を生きる私たちも絵の力によって時空を超え、約200年前の大阪に旅し、幻の天保山、さらには伝説の蓬莱山にまで旅した気分になれるのは何とも不思議なことです。この画像のカラー画像はインターネットで無料公開されていますので、どうぞ改めてごゆるりとご覧ください。